ザ・バナーサガ21話決戦です。そこにはただ静寂があるのみだった。あなたは黙って立ち上がり、誰もいない通りを歩いた。防壁の上では2つの軍が静かに睨み合っている。木の板に足音を響かせながら近づいていくと、ジュノが沈黙を破っていった。時間よ、とジュノ。仲間を集めて、今日一つの物語が終わり、別の物語が始まる。この戦いの結果によって、私たちの今後の運命が決まる。いやー、心配ですわ。もうエッキルボンバーがどこまで行ってくれるかだよね、これもう。あと、ハーコのその、思いっきり力に頼ったって戦闘が始まるわけですけど、そこを楽しみにって感じだね。でかっ。おかしい、数字がおかしい。恐怖に屈しないで私の声が聞こえて、私があなたを導くって言ってる。こういう並び順しかないよな、もう。うわ、いきなり向こうかよ。ここの位置からだったらがっつりアークライトニングが出る。来たー、ベロワー。ベロワーの防御を十分削るまで、いや、使えないだと。なこと言ったってんなって感じだよね。一時期でこっちとらここ心が折れてしまうような攻撃力を持っているんだ、あいつは。いやー、ベロワの防御を削ってって言われたっていうのは、周りがすげえ近づいてくんだよね。ベロワの行動範囲でかすぎだろ、これ。とりあえず危険なやつを減らしておこう。次ベロワが突っ込んできたら殴ってみるか。スイなんか呼んでる？もしかしてあいつ。びっくりした。減らそう。おお、ベローはもろとも。うわ、まだ呼ぶんですか、この人たち。ほっ、寄ってきたか。そしてアイバーを攻撃するとは。
け、こいつはやれる。オッケー、一人倒す。呼ぶ前に倒すな。うわ、謎の叫び食らった。一旦休み？スターンしたのか。こいつは減らしとかないと。オッケー、マジで回復してるぞあいつ。ほっ、この20のこいつに、20のこいつに効くのかこれ。一致防御ダメージ、重い射撃ダメージ、防御ダメージプラス2、そろい。出て、一時4万数3プラス通過インテグリティス1を続けて、あ、それよ。あ、こんが、18の19とかか今。エッキルボンバか。エッキルが、ふん、防御削るしかないか。ふん、うわっ、
数に20食らったら野道死んじゃうよこんなの。少しは足しになるかもしれん。なってねえな。うわあ。14。12。もうここはエイビーにやってもらうか。全身全霊で。これあれか、周りの敵を全員倒さないとダメだったかな。それで集中攻撃モードにしてボコスカやった方が多分良かったな。このターンで回復するんだったら。追ってくるね。あぶねえ。それ5。うわー、9。6。危ない。メンダーアタック。2。欲しいが欲しい。ドゥフ、耐えた。だよねー。あー、全員倒してからがよかったねー。あれってか、シルバーアローの担い手が倒れ、ベローワーに勝利する望みはついえた。これまでの努力が一瞬にして水泡と化した。防御に食らってもターン飛んでくる感じかな。飛んでくるね。あ、
一人にしてもダメと。4度目です。どうやって倒そうかな、まあ、とりあえず攻撃したらもうすぐさま私のターンみたいな感じで突っ込んでくるから、それをどうにかしないといけないっていうのだけは非常によく分かった。で、ここで私ちょっと作戦変更して、ルディン王子をちょっとエッキーさんの代わりに入れようと思います。で、そうすることで何がいいかっていうと、あいつが歩くたびに減っていくということがインペールによって可能になるんですよね。4度目の攻撃で、ペロは近づいてくる。ハーコンのマッシブアタック、へい、マス前に進むと来ちゃうな。1マス下がっとかないとやばいな。そこでブンブン振っときなさい。17、いてててて、とりあえず攻撃力を落とさないように。20になったぞ、12、気のせいか。こうだな。はい、17。
はい、13。あーでも次のターンあれってなんだよな。頑張ってみんな。雷。これで6だな。よし、これで矢が入るぞ。よし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 、シルバーロー。で問題はこの次だよ。どうやって倒すんだ、あの無限ターンおっさんを。いや、ルークしかねえな。いやいやいや、失敗した。エイミーの雷ぶち込んでみるか、最初から。どうせもうお前のターンなんだからな、次が。さあ前へ来て、はい、一撃ぶち込まれる。いきなり死亡。これでも一気に10だろ。
11。うわ、スターンで一旦飛ばされた。それ。ペールを打つ力がないな。5の12。あー、アイバーが死んだ。これであいつのターンが来てもアイバーを攻撃して、お、アイバーが反射した。これでどうだ。1。勝利のラッパが撃て。どうだ。そうか、あいつのターンがずっと来るんだったら、あいつをひたすら攻め続ければいいんだね。そうすれば周りは動くことができずに、こちらだけがひたすらターンを回ってくると。あれってダメだ、死ぬんじゃない。メンダーはどこだ。ルーク、娘はもう助からん。立つんだ。戦いの喧騒はほとんど耳に入ってこない。今やバール軍の猛攻を前に、ドレッジ軍は退却を強いられていた。ベロウはわしんだ。お前は生きている。前へ進まなくては。あれっては俺が町まで運ぼう。必ず立派に弔ってやる。あれって死んじゃったのかい。チュノの言う通りだった。ベロウアーが倒れるとドレッジは戦場から逃げ去った。あなたはボースガルドに戻ったが、冷たくなった娘がアイワーに抱かれて運ばれる光景以外何も覚えていなかった。
どうやら船を完成させる時間はありそうですね。ああ、ドレッチは俺たちへの興味を失った。ベロワーが倒れ、奴らは好きに散っていった。港は大ガラス団が守ってくれています。ジュノが今何か話し合いを。ロングシップが完成したらアルバーラングへ出発です。運が良ければ、暗闇が到達する前に。どれくらい南へ迫っている。わかりません。近くでないよう願います。王子も共に王都へ。ハーコンも我々と一緒に来てくれると。もはや帰る故郷もないからな。あなたが近づいていくと、二人はこちらを見た。ルーク、時間だ。もうすぐボースガルドを立つ。どこか安全な場所を探すんだ。遺跡は完成して港にある。アレッテの船だ。まだ心の準備が。行くんだ、ルーク。船を見、娘を見送ってやれ。はい、ザ・バナーサーが終了です。まあちょっとね、もうアレッテを守りきれなかったんですけども、まあ、別の流れが今後あるんですかね、これ。まあ、ちょっとあの気になるので私はいろいろやってみますけど、まあ皆さんもね、試行錯誤して楽しんでいただければと思います。ぜひね、やってみてください。あのバナーサーガ2、英語版でしかないんですけど、もう出てます。で、また3っていうのも出るらしいので、大体3部作ぐらいで終わるのかな。この後一体どうなっていくのかが楽しみですね。また何かでお会いしましょう。またね。